ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。さあ、ということでですね、まあ、このビデオちょっとですね、これから皆さん再生していただくにあたって、先にお伝えしておくことがあります。それは何かと言いますと、今回のこのギザ野郎ですね、男だけのギザ野郎のこのイベントのレポートですけども、イベントの内容に関するお話は一切お届けしません。はい。ということでごめんなさい、できませんということですね、まあ、それは何でかということなんですけども、まあ、ただいまね、イベントから一夜明けまして、まあ、本日もう10月11月の10日なんですけども、まあ、昨日私イベントに行ってきました。で、まあ、このビデオの内容の構成としましてはどんな風になってるかっていうと、まあ、前半、まあ、イベント前ですね、そして後半イベント終わった後、まあ、そんな感じになっております。で、じゃあ肝心のそのイベントの中身ですね、これが、なんでお届けできないのかという話なんですけども、それは、主催者の竹内徹さんですね、徹さんがですね、今回のこのイベントの内容は、一切ここでの外に出たら他言無用と、インターネット上とかでもね、一切話しないようにと、今日この日のこの幸せな思い出はこの場だけの、今日この日に来た人たちだけのものにしようぜという、まあ、そういった男同士の約束を交わしたので、本当ね、このビデオを楽しみにしてくださっている方もね、ちょっとね、私が行く前から、まあ、SNS とかね、コムコムであったりとか、まあ、またこの YouTube のコメントで、ゴリラさんレポね、ぜひお願いしますっていうことで、ちょっとね、ご意見というかいただいていたんですけども、本当にごめんなさい。それは、主催者であります徹さんの、まあ、意向という形ですね、を、まあ、やっぱり私一ファンであり、そして、観客でありますので、まあ、主催者の方のその意向を尊重してちょっと申し訳ないんですけども、ね、ギザ野郎参加できなかった同じ、野郎のファンの方、そしてね、多くの女性のファンの方たちには本当にごめんなさい、ちょっとね、その内容に関しては本当に、どんな話をね徹さんがしたとか、ファンの人とどんな質問があってどんな話題になったとか、どんなね、演奏があったとか、まあ、そういったことは、徹さんのね SNS で直接 X の方でね徹さんがお話しされていることは、これもね上がってくるかもしれないんですし、まあ、現状ねいくつか写真なんかも上がってますけども、ちょっとそちらをご覧いただければと思います。私はもう観客なので、ちょっとそういったことはですね、ちょっと自分の方から話すのは筋違いなので、ちょっとそこは、今回のビデオの方では、ちょっとご遠慮させていただきたいと思います。本当ごめんなさい。というわけで、まあ、この後ですね、私のイベントに行く前のまあそわそわした、ドギマギしている私の姿、そしてイベント終わった後の俺のその興奮と、そしてこのときめきですね、私のこのビデオは、チャンネルはですねときめきをビデオにしてますということなので、この私のまあ、ときめき、そんなものをね、もしよろしければ、付き合っていただける方いらっしゃいましたら最後までよろしければご覧ください。では行ってみましょう。ということでですね、今日は2024年11月9日現在時刻は16時41分ということで、これからですね野郎だけの男だけのギザ野郎ということで、元チェッカーズのねリーダーであります現アブラーズの竹内徹さんのですねイベント、男だけのねギザ野郎に今日はね参加するんで、今会場に向かってるんですけど、ちょっと友人とね今日当選したんだけど、思いっきりちょっと遅刻をしておりまして、でなおかつ今改札待ち合わせの、ね、場所の改札も分かんなくて、ここ浅草橋であっち行ったりこっち行ったりしております。いやなかなか浅草橋、来ないので全然土地勘がなくて、いやちょっとね今てんやわんやな感じなんですけど、それに加えてねもうただでさえ今日そのねやっぱ春にこうチェッカーズにハマって、でそこからもう半年足らずでこのすごくコアなイベントにね参加できるということで、もうねなんかよくわからない緊張もしてるんですよ。でこの緊張と今遅れちゃってるっていうこの状況とで、もうねめちゃめちゃテンパってるんですけど、まあ、今日は皆さんにね、これ見てる方、来れなかった方ね、特にまあ男だけなので女性がね、今回入場できないということなので、まあ、ちょっとね、まあ、周りの迷惑、そしてねイベントのルール
など、まあ、その辺の範疇でお届けできれば、なんかそのレポこんなでしたとかね、ちょっと状況お話しできればお届けできればと思ってますので、よろしければ最後までお付き合いください。あそこだ、改札。では行ってみましょう。さあ、会場は多分もう、ね、あ ここかな。ここから今お店の人と今ですね、会場一旦下見しに来たんですけど、まだちょっと時間あるんで会場下見しに来たんですけど、おそらくこの上にある紫が今ですね、通る人たちが出てきたので、おそらくここが今日の二次会かなという感じで、何人ぐらいいるんだろう。いやー、まさかね、チェッカーズのメンバーの方と飲む日が来るとは思いもしない、この未来21世紀、今日ちなみにあの私のカルチャー仲間の友達が一緒に参加してということで、ちょっとまあちょっと お茶しながら、あれですね、どっかでちょっと時間潰しますか、作戦会議を、何の作戦か分かりませんが、ということでゴリラのビデオ、あれやった。いや、ほんとすげえ先だと思ってたのに、もうあっという間ですよ。なんかこの日までに3キロ痩せようと思って全然痩せずに現状維持のまま来てしまったし、あ、痩せてないなって思うたんびに、なんかその推しに会うために痩せようとするおじさんそのしかもこれが若いアイドルとかだったら話は別ですけど、よりもおじさんの、あ、木内さんって今いくつでした？52です。52ってことは直、83年のデビューの時は、小6、最近こう FF に入ったりとか、でみんなこうお姉様方が、はいはい、よく言うのがやっぱりこうチェッカーズはこう男子にこう軽んじられアイドルみたいな、はいはいはい、で俺兄貴がその6つ上いるから、前聞いたら、そのいや別にそんなこと全然ないし、いやそれこそみんな憧れて、髪型もそうそう、ファッションも真似て、ああいうちょっとでスカートっぽいこうボトムの広いやつ履いたりとか、ロングコート着て髪の毛逆立てて2ブロックでみたいな。これなんかチェッカーズとかがもう、あの髪の毛やめて久しくなってから、はい、高校の時その髪型にしてました。なぜなんかちょっとかっこいいんじゃん。ああ、もう早々に来てたんですね。そうそうそう、 80s リバイバル とともにアイコニックとして、まあ、まあ、さすが16だとか夏に生まれて初めて地元の友達でバンド組んで、はい、地元の楽器屋さんの小さいホールでデビューライブをしたんです。バンドデビューっていうか、いいですね、地元の楽器屋さんの、はい、そう一番でかいホール、はいはいはい、楽器屋のでかいホールでだいぶやったんですよ。でその時にやった曲、ギザギザハートやばい。しかもなんかパーティーバンド、そうで、なんかその別にチェッカーズのコピーバンドとかではなくて、仲良い、そうみんなでバンドメンバーで、俺これやりたい、あれやりたいっていう中で、じゃあ誰かがそれをやりたいって言ってた人もいたの？そう、俺なんだ忘れてたんですよ、この記憶。それは何？もうその時から、はい、ちょっとエンタメ考えて、あ、そう一人よがりじゃない、そういわゆるオーディエンスのことを考えてってこと。そう友達たちが地元に来て、みんなで騒げる曲っていうので、一人すごいやっぱこうロックマニアっていうか、もうギターマニアみたいながなんかガンズのなんとかアルバムのこの曲のその早弾きやりたいからみたいな、ウケないからみたいなっていうことは言ってましたね。ちょっと夏メロコーナーみたいのでやってましたね。その中でギザギザそういえばやったわすごいじゃん、デレレってやつ。ゴリラさん何だったの？ボーカルですよ、絶対。そうセックスピストルズとかいましたね、2回目は。
でも後ろに映像を流したりしてました、はいはいはい、スクリーンがあったので、はい、アキラ流しながらセックスピストルズやってました。全く想像がつかない。そのギザ野郎の YouTube は、はいはい、その武田真治さんとか出てやってる回は、はいはい、まあ、もちろんチェックはしてるんで、はい、でもなんかそのどういう雰囲気で。そうですよね、ちょっと緊張してきた、そんなこと言われたら。いやもう俺もめっちゃ緊張してますよっていうかその想像つかないのに、さらにその後飲み会があるっていう。そうですね、とかどうすればいいんだろうって感じですよね。謎ですよ、もじもじしちゃいますね。そのなんか居酒屋だけどこう通る人とかの出演者の人たちは向こうのテーブルからいて、こう我々お客さん、はいはいはい、まだあんまりその構図としては変わらない感じでやるのか、それとも完全に打ち上げとしてマジでこう回ってくる。いやもう俺あの14年ぶりのインディ・ジョーンズの試写ばりに緊張してきてますね。あの人緊張したよね。どういう感じなんですか。ディナーショー的な感じ。サインとかみんなもらうんですか ね、 すかね。みんなもらい出したら、うん、それはそれで何も持ってないのも失礼なんじゃないか、うん、お前そんな気持ちもないのに来たの、うん、みたいな。まあでもまさかそういうこともあるんじゃないかと思って、ゴリラさんの分の紙も俺ちゃんと持ってきました、ね、あ、マジっすか。俺一応今日あのタンタンタヌキのブルーレイを、じゃあそれがいい、そっちの方が一応持ってきたんですけど、それでいいのかっていうのは悩んだんですよ。この間新潟行った時にタンタンタヌキのサントラっていうかアナログは買ったんですけど、でもなんかそれってその絶対チェッカーズのアナログもそうですけど、なんていうんですかね、なんかそのものとの付き合いが、お前がずっと抱きしめてきたもの、そう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 、そう違うじゃないですか。だから今日悩んだんですよ。でもそれ言ったら、タンタンタヌキのブルーレイはやっぱりこのハマって最初にお金を使ったチェッカーズのアイテムだから、そうですね、それは正しい、そう、正しい、そうそうそう、はい、その気持ち本当すごいよくわかる。大事ですよね、うんううん、こういう気持ちが、うん、多分トイストーリーの3の号泣につながるわけですよ。本当そう。そういう気持ちがいいやつは4でも大喜び。そうですね、今の5も期待大ですよ。別にいいんですけど。いやでもあのタイミングとか、ホットゴリラさんでチェッカーの話をしたタイミングとかも、うん、なんかすごい、うん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 、そうそう、意外に俺も知ってる、うん、そう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 、あれみたいな、マジっすかみたいな、意外に最近開講してたみたいな、そう、全然ね、熱量は全然ゴリラさんの、いや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 、面白かったな、あの時。時のケイシティ、学校でかけてましたよ、とか。そうそうそう、しかもその時俺、時のケイシティ思い出せてなかったんですよ。本当に。トールシー作曲ですか。あ、そうだそうだ。俺らのテーブルに、うん、トールシー来たら、何話すの。ね、困るよね。まあ、正直に、かっこつけてもしょうがないよ。くすぐれる話題とかもないじゃん。うん、あの時のみたいな。そう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 。あの時言ってたんですよ、実は俺もとかないでしょ。あのシングル出た時に俺絶対いいみたいな、こう思ったんすよみたいな、あれってみたいな、元ネタってこれですかみたいなとか、まあそれはワンチャン聞けなくもないけど、俺春にハマりました。普通はもう半年経った。そう。でもやっぱここにたどり着くって、うんうん、もっとすごい、ね、長い年月があるじゃないですか。ですね、ギザ野郎も何回か行ってるし、っていうか何だったらその前にチェッカーズのライブも参加して、うん、当時、うん、でアブラーズも行って、でもちろんフミヤのライブも行ってとか、その各々の活動それぞれ追ってのぐらいのコアなイベントじゃないですか。そうですね、本当は。でこんな新米が右も左も分かりませんみたいなやつが来ていいのか。でもそれは思いましたですよね。なんかそういうのってバイアス、自分でプレ勝手にバイアスプレッシャーをかけちゃうっていうか、
で自分もそういうイベントやったりとかやる側だから、うん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 、やる側からしたらおそらくそんなことはないわけですよ。なんなら嬉しいぐらい、うんうんうん、そのもう刺さってきてくれてるって、インディーで言えばもうなんか春にインディージョーズ見て全部揃っちゃう、全部ジャケット揃ってますみたいな人じゃないですか。でもさ、うん、考えてみて、ゴリラさん大体そうやって生きてきた。確かにでしょ。そうですね。言われてみれば、ははん、ずうずうしいやつですよね。俺は。好きになったらさ、うん、初速がすごい。そうですね。考えてみて、ほら、WCB も。あ、そうですね。去年の春にハマって、今や。そうですよね。でしょ。いいことですよ。ちょっともう一旦切ります。もう耐えらんない。後ほど。ゴリラのビデオ。あれやった。じゃあ行ってきます。入ります。はい、ということで、たった今終わりましてですね、男だけのピザ野郎、そして打ち上げも全て無事終了して、私、このね、アトリエの方に今ちょっと向かって、帰ってるわけなんですけども、まずですね、この今日のねイベントの内容ですね、まあ、どんなところ、ね、どんなことがあったのか、どんな話がされたのかとか、まあ、そういったところね、まあ、気になるぞということでこのビデオを再生してくださる方も、たくさんいらっしゃると思うんですけども、まずですね、イベント最初にトール氏の方から、まあ、今日のねこのイベントで見聞きしたことは全て一切他言無用ということで、ここだけのね、今日参加した人たちだけの、まあ、思い出にしとこうぜという、まあ、そういったね、粋な約束をしてきましたので、今日ねちょっと申し訳ないんですけども、イベントの、ね、内容についてはちょっとお話できないなということでございます。はい。で、まあ、じゃあ何を話しようかなっていうところなんですけど、まあ、単純にね自分が、まあ、イベント終わって参加してみたこの気持ちですね、まあ、俺の気持ちみたいのを、まあ、ちょっとあの思い出のね、記録として YouTube に上げているので、お話しさせていただければなと思うので、まあもまあ、そこはねもしあのつけてもいいよっていう方はよろしければお付き合いいただければと思います。でまあね、結論から言うと、まあ、行ってよかったです。もちろんです。もちろん本当に行ってよかったです。で、そして今の気持ちとしては本当にね、なんだろう。今俺の気持ちはどういう気持ちかっていうと、すごくほっこりと、まあ、語彙力ないんですけど温かく、なんともですね、なんだろう。夢のようなね、そのみんなが夢のような、それはね、トール氏も含めてとこう夢のような時間を大勢の人たちで過ごすっていう、それはなんか自分もね、やっぱりこの春にまだチェッカーズね、そしてフミヤさんと追ってきて、まだねこの新米中の新米な野郎ですけど、なんかねそんな自分でも今すごいそういうなんだろうな、すごく大切な時間に自分もあのお邪魔させてもらえて、そう本当にね最初のイベントのだからその本番というかギザ野郎の方の時はね結構やっぱり緊張したんですよ。もうずっとね冒頭も言ってたけど、やっぱり自分みたいなねその新米のね春に好きになったばっかりの人がね、本当はこのそれこそ40年とかの時間をかけてね、こういろんな思いをそこに詰まらせて高めて今日迎えてる人、やっぱ本当たくさんそういう方がたくさんいらっしゃって、でそういうところにね、なんか自分なんかがね、この貴重なチケットのね、一席をね、なんか、ゲットしてしまっていいのかなと、そういうのもあったんで、なんかね、あったんですよ、そういうのも。で、だけど、そんな自分もね、すごく、皆さん温かく迎え入れてくださり、そしてね、一緒に楽しんで、そして、二次会のね、その打ち上げでも、皆さんと一緒にね、お酒飲んだり、ね、その、数々の、ね、思い出の話とか、もちろんイベント中も皆さんのその長いイベントの話、特に、ね、なんかやっぱり本当に子供の頃から当時からね、チェッカーズを追い続けてきた男性のファンですね、
やっぱりいらっしゃったりして、そんな方が初めて自分の本当に目の前で憧れの、スターのチェッカーズのトールさんとこうしてお会いできるっていうのが、まあ、本当に、その方にとっても夢の出来事でしょうし、トール氏にとってもそういった機会が今日こうやってできたのもすごく夢の時間のひとときだったということをおっしゃってましたし、本当にそういうことをやっぱりこう一緒に、お邪魔できたのは自分にとって本当にすごい、幸せな時間でした。はい、なのでね、トール氏もねお別れ際に、SNS 等では非常にね、温かい素敵な時間を過ごしたよということを、まあ、皆さんに伝えてくださいというようなことをおっしゃってたんで、いや本当にその通りの時間をひとときを過ごさせていただきました。本当にねこれは俺のこの YouTube のね、自分のチャンネルでときめきをビデオにしていますって言ってますけど、本当に、ときめき、まさにそんなひとときの時間でした。ね、ちょっといろいろとレポート詳しいね、どんな曲やったのとかね、どんな話題が出たのとか、トロシはどんな話をしたのとか、まあ、そういったねことを、まあ、レポートをね、きっと期待されてた方いらっしゃると思うんですけど、本当そこはね、まあごめんなさい、トール氏とそしてね今日会場にねいらっしゃった皆さんとのコラボね男の約束なので、ちょっとそこはお話ちょっとねこれはできないなっていうことで、勘弁してください。はい、ということでちょっとなんかね、レポートビデオとしては非常にこう中途半端なものになったかもしれませんけども、非常に有意義な時間を過ごせた。そして、期待以上の、この男だけのギザ野郎、またねこんな機会がもし、設けていただけるなら、ぜひね自分もまたその時はチケット予約にね、参加してみたいなと思いました。まあ、これから本当たくさんねまだまだ自分の知らないチェッカーズの曲があったりするので、まだあるんですよね本当に。まあ、俺がのろますぎるというのもあるんだけど、そういったものをね、まだまだ、これからも楽しんでいきたいなと思いますので、一つどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、ちょっとこれ以上話してもまああとは話せないということなので、これでビデオ終わりにしたいと思います。ではまた次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。すいません。